アロージムニーカメラマンカッキーさん、よろしく頼む。お願いします。今日やりたいのは、はい、以前も JB64 の時にやったんだけども、はい、こちらの牽引フック、はい、これをジムニーシエラに取り付けたいと思う、はい、これは車外バンパー用、はい、要はバンパーがここにあってこう剥き出しになってるパターン、あー、はい、で純正バンパーはこれが覆われてるんで、はい、純正バンパーのはもうちょっとこの角度がついてて、はいはい、本来は下から出る、うんうん、でもそうなるとこう下がね、あ、お風呂で当たりやすくなるので、はい、どうしてもやっぱり高い位置につくこの車外牽引フックをつけたいと、はい、で、JB64 でもノーマルバンパー、穴開けてカットしてやったっていうのを、はい、つけたっていうのを動画にしたんだが、はい、それも結構前なので、はい、プラス JB64 と JB74、はい、バンパーの形状も若干違うので、はい、今回はこれにつけたいと、ね、いうことで操作を開始する、はい、仮止めというか、はい、貼り付けというか、こんな感じ。これは本来はあそこの穴に、あ、はいはい、この穴に、はい、これ刺して、あ、はい、で、あの三角形に、はい、この三角形に裏にステーがあるので、これ付属の、はい、で、これ止めると。で、それをつけると今こんな位置、あ、はいはいはい、もう全然出てないだろですね。はい、原因できない、はい、うん、ということで、はい、どうするかといったら、今回、俺のアイデア商品、はい、JB74 のバンパーこういう形状なんで、はい、ちょっと正面気味がいいか、はい、ここに沿って、はい、カッターでシュッ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 と、はいはいはい、切って、お、はいはい、でこの鍵で、はい、まあ、何の鍵でもいい、バイクの鍵でもいい、うんうん、でパッてパカッと、おや。で、ここからさっきの牽引フックを、はい、ちょっと覗いてるかな、はいはいはい、おお、なるほど。で、ここにソフトシャックルを引っ掛けようと、はい、そういうミッション、なるほど、はい、で、これ、このままだったらパカパカするんで、はい、パッと、あー、なるほど、あらかじめ、そうそう、蓋になると、へえ、なるほど。で、これ、あの普通のカットでもシャッ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 とやれば切れるし、はいはい、切れ目入ったら強めのハサミでも切れるし、はい、樹脂なんで、おー、で俺は今回はホットカッターっていうのをちょっとお借りして、あ、はいはい、やりましたよと、はい、はい、ではこの出っ張りをカッターでカットしていく。4、5回やればもうカッターは簡単に入ると。ただ時間短縮したい方はホットカッターでいけばスムーズに、そんなにスムーズでもない。おお、熱が入りました。あれ、やばい、歯が抜ける。あれ、歯が抜けましたね。あ、来た来た。来ました。さあ、一旦これで。お、お、いいぞ。こんな感じかな。で、こうしとけばほら。なるほど。蓋にしたわけですね。蓋にしたわけ。さすが操作。オッケーです。なじみ。というわけで、じゃあ実際、はい、牽引フックを、はい、つけてみましょう。これです。
簡単に説明するけど、まあこれがこうなってる、はい、止めませんというだけなので、はいはい、やっていきましょう。これはこういう場合は順番わかるか、キーさん。これ4枚しかないから先でこうじゃないですか、うん、でこういうことナット側にも同じでいいんじゃないですか。 あれだから4枚ずつしかないから、あれ本当こうかな、うん、この間を挟んで、はい、こういうことか。本来なら、うん、これがここに来て、こっち側にもナット側にも同じなあ来るはず、あればいいんじゃないかな。ただ枚数がね足りないんで、はい、じゃあこうしましょう。はい、はい、正解分かる方はこのなんていうのバネワッシャー、はい、と平ワッシャーセットの時はどっちにどうすればいいのか、はい、詳しい方はぜひ教えてください。はい、つけておこう。自体は64と同じなんですか。これ64共通、問題が生じたっぽいこれ赤いのがちょっと下がるんだけど、もうちょっと下げたいんだけど、あ、ごめんなさい、ここ下げたいんだけど、はい、ここ邪魔だからなるほど、ここもカットした方がいいかもしれないですね、うん、無理やり下げないかな。ちょっと切るかですね。はい、じゃあ一回止めてください。はい、はい、というわけで、はい、ここどうしてもこんな感じで、あとでこれ切っちゃうけど、はい、ここ当たるので、はい、スペース開けてあげると。了解です。そうすれば入りますよと。マッシュ忘れた。こいつも邪魔だな。いろいろ切んなきゃダメかもしれない。本当だ。はい、いけるかな。ちょっとね、今回、はい、事前の操作資料が少なくて。なるほど。そう。純正マッパーにやっぱりつけてる人あんまりないので。ああ、そうっすよね。うん、で、あんねや。土が降ってきますね。これでガッチリ効いたかな。はい、こんぐらい止まる程度いいですか。いいですね、うん、はい、ということで、一回実際に操作バッグ、はい、下のカットは、はい、まあ、ハサミがカットでできるんで、はい、はい、というわけで、じゃあちゃんと見えるかどうか、はい、はい、おー、いたぞ。こんな感じ。ナイスアイディア、はい、もうちょい広く取ってもいいけど、はい、で、ここに救助の時は、はいはいはい、こういう衛生所を取ってもいい。おー、おー、なるほど、うん、で、さらに、はい、ソフトシャックルで
ですね。行ければ、はい、はい、はい、もうちょっとした。こんな感じで、はい、そうすれば救助もできるし、はい、まあダブルラインで、あ、なるほどね、行くこともできる、はい、ここに、なるほど、こういう感じで、はい、皆さんもぜひ純正バンパーでつけたい方は、はい、そうすると一応ねここ調整してけど高さも全然、そうですね、純正はこっから出るんで、あ、そうですね、こういうことだから、はいはいはい、そう、こんだけ高さが、うん、違うと、アプローチアングルってやつですね、ね、そうそうそう、はい、こんだけ違うから、そうです ね、 ね、ここに岩とか障害物、うん、倒木とかあったら引っかかるのはここにあると引っかかりませんよ、なるほど、はい、はい、というわけで、はい、興味ある方ぜひやってみてください、はい、手間だけかかるんですけど、はい、はい、ナイスジムリー、ナイスジムリー、以上で操作を終了する、はい、セキュータフォーク、牽引フックを取り付けないと純正バンパー吹かないですから、純正は弱くて、はい、埋まった車を引っ張ると、はい、これはちぎれると、ちぎれる、うん、プラスすごく低いので、はい、ここを岩にぶつけて進まないとか、はい、もしくはこれ曲がってしまってる、はい、この辺に来るわけだ、はいはい、この辺をこう穴開けてしまえばいいのではないかと、何言ってんですか、そのままで、はい、泥だらけなので、はい、マジックつかないから、はい、ちょうどボルトあったんで、はい、あ、そういう感じでいいですね、あ、なるほど、で、すごい豪快ですね、あ、中村も切っちゃう、これ絶対計算されてないでしょ、これ、いやいや、ぴったりなんで、これがぴったりなんすか、うん、切ったら、はい、え、いいの、こんなんで、そしたら、ね、はい、ほら、あれちょっと垂れ計算されてたんじゃないこれで、いや、あれでじゃないですよ、計算ミスです、どんなもんだろう、こんな、どんなもんなんだろう、いや、あ、じゃ基準が分かんないから、基準はだからこれが入ればいいんだよこんな誤差入るさほらほら、おお、なるほど、こういう地道な作業がやっぱり必要、ちょっと UFO キャッチャーみたいに言ってくれ、え、見えないから UFO キャッチャーみたいに、でででで、違う、音楽言ってどうすんだよ、いや、UFO キャッチャーって言ったら大体そういう音楽じゃないですか、音楽を言ってそ、そこです、そこです、そこです、それ、下、そう、それ、そう、そこです、よし、次だぞ、はい、いいですね、牽引フックが引っ掛けられると、はい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 、なるほど、うん、あ、さっきガガガーって削ったところ意外に見えないですね、でしょ、下に潜らないと見えないっていう、うん、あ、なるほど、うん、普通に前から見ると分かんないですね、そこまで計算してるんだ、ああ、うん、さすがですね、うん。